もう人生限界やと。もうあかんわ、俺の人生。とかね。もう本当に落ち込んじゃったりとか、もう本当に嘆き悲しんだりとか、一歩も前に進めないとか。ありますよね、誰だって。なんかどんなにこう頑張ったって報われないとか。 報われればいいんですよ。努力がこう右肩上がりにずっとこう行ってですね、今日よりも明日、明日よりも明後日、幸せになっていけばいいんですけど、人生ってなかなかそうではなくて、ある日突然変わることもあるんだけれども、そのある日突然っていうのが随分先だったりするんで、なんかこう頑張ってるのに全然前に進んでる感じがしないとか、悲しい出来事ばっかりが起こって、本当にこう打ちひしがれてしまうとか。 誰だってありますよ。そんな時に私の YouTube とかで発信してる絶対できるだったりこう動きの力を使うんだ、笑顔になってみようとか、もうそんなことすらしんどいって日ももちろんありますよね。気分を切り替えるとか行動を変えるは大事なんですけれども、もうそんな気分にすらならないよ、やる気にならないよというぐらい落ち込んでしまうこと、マイナスに入ってしまうことっていうのは誰にでもあると思います。でも、そんな時にでも私たちが 唯一取れる選択肢があります。どんなに限界まで追い込まれても、もう例えばですよ、もう手足を拘束されて、もう猿靴をはめられて、目隠しされて、全く喋れないし、目も見えないし、耳も聞こえないし、手足を動かすことすらできなくても、相手が奪えないものが唯一あると。それは私たちの心である。私たちの選択である。 っていう話ですよね。じゃあ私たちがもう打つ手なしっていうぐらい追い込まれて、もう全く後は死を待つだけだっていう限界まで落ち込んでいたとしても、唯一自分で決められることというのは、諦めるを諦めるっていうことですよね。つまり、諦めないことだけ決める。これ、すごい大事だなと思うんですよね。うん 私はよく冗談交じりに言います。もうね、皆さん、津田広明に出会っちゃったら、もう人生終わりだと思ってくださいねって生徒さんに冗談で言います。もうね、皆さんね、諦めた方がいいですよ。諦めるを諦めてくださいって言います。もう津田広明に出会ってどうやって幸せにならないつもりなんですかっていうことで、皆さんを冗談交じりに勇気づけたりもするんですけれども、本当に自分の人生を諦めることを諦めるってことを自分で決めるって、すごく大事だなと。それを、ある意味、 楽観主義という言い方もできるかもしれないし、どんなに限界に追い込まれていたとしても楽観を選んでみる。まあ、今は辛いけど、でも、いつかなんとかなるかもしれない。突然この状況が変わるかもしれない。私は生きられるかもしれない。私は幸せになれるかもしれない。嫌なれるはずっていうふうに、諦めるを諦めて、人生を楽観視してみるとか、私が本当にこう尊敬する心理学者の中に、ロゴセラピー、 というね、えー、本当にこう、心理学の一派、ね治、治療の一派を作りました。フランクル博士という方がいらっしゃいます。この方はあの、有名な夜と霧という著書があって、いわゆるあの、ナチスドイツのアウシュビッツ収容所に入れられていたユダヤ人の方ですよね。で、この方はやっぱり心理学者なので、いや、本当にフランクル博士すごいなと思いますけども、自分が収容所に入れられて限界ギリギリまで精神的に追い詰められていた時でも、やっ やっぱり冷静に周りを見渡して分析をしていた。どんな人が生き残って、どんな人が殺されてしまうのかということを冷静に見た結果、彼は一つの結論に達した。やっぱりどういうわけだか人生を楽観視している人がなぜか生き残る。 不思議なものですよね。もうこんなとこに入れられたら、本当に俺の人生は終わりなんだっていう方からやっぱり呼ばれて、合質送りになったりですとか、処刑されてしまったりと。なぜか楽観視している人、もちろん全員が生き残ったわけではないけども、確率性言うと明らかに、 人生を楽観していた人の方が生き残っている。だから私はどんな状況にあっても楽観主義を選ぶっていうことをフランクル博士は言ってるわけですね。彼は、例えば、えー、ナチスドイツの、えー、兵隊にですね、ある日、本当に何でもないことでガーンと殴られて、フランクル博士がしていたメガネが割れて地面に転がってしまった。その時に、例えばフランクル博士の前には2つの選択肢があったわけですよね。 俺は何にも悪いことしてないのに、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだという悲観主義な自分を選ぶのか、ね、それとも楽観主義を選ぶのか。フランクル博士はその瞬間にこう思ったそうです。あ、割れたメガネ。いいね。よし、俺がいつかここを出て本ずっと書きたかったから、俺が書女出版する初めて出す本は、表紙が割れたメガネにしてやろう。って、その時決めたんだそうです。 生きて出られるかどうかもわからないのに、しかも自分が本当に不当の罪で殴られて暴力を受けて、メガネが割れてしまって困り果ててしまう状況の中で、彼は楽観主義な自分を選んでみたと。必ず何とかなる。必ず俺はここを出ることができる。そして、また、 本を書いたり、心理学の一つの一派を本当に確立して、たくさんの人を救うんだってことを決めて、その後彼はアウシュリッツ収容所を出て、本当にロゴセラピーという学問を確立されたわけですけれども、本当にやっぱり私たちのこの脳というか心というかは不思議な機能を持っている、まあエネルギー機関なのかなと私も思うときありますけれども、やっぱり私たちが何か楽観主義的な自分を選ぶと、脳なり心なりがそういうエネルギーの中を発動してですね、やっぱりそういう未来を引き寄せたり、 とといいうことを実現させていったりですとか本当に、ね、心理学あるいは脳科学というね、学術分野が確立されるぐらい心とか脳というのは本当に不思議な力を持ってるのかなと思うことがあります。 なので、私たちが本当にもう限界だと、もう動けない、なんかプラスの行動を全く取れないっていう時も、ひょっとしたらあるかもしれない。で、もちろんできれば、フェイクスマイルなり、えー、なんかパワーポーズなりして、自分の気持ちを切り替えられたらいいですけれども、そんなことすらできないぐらい気持ちが落ち込んでいる時でも、みんな無理に楽観し、もう難しいかもしれないけども、諦めることだけまず諦めていただいて、諦めないんだっていうことだけ決めていただいて、 ちょっとでもこう楽観しできるような自分を選択してみると、また新たな未来が開けていくだろうし、そんな楽観主義者としての必ずなんとかなる、きっと良くなる、必ず良くなるっていう思いでもって日々を生きられるかどうかがやっぱり全く違う未来を作っていくのかなと。そんなことをフランクル博士からも学ばせていただきました。 いいつもごご視聴ありがとうございます、えー、チャンネル登録していただくと日本を元気にしたい日本中復活したいっていうね私のメッセージがまた日本全国に届いていきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。